疲れ様でした。はい。こっち来ない。今日大変だったでしょ、結構。今日ですか。いろいろあって。今日は気がちょっとね、遅かったんでね。編集長。まあ、テレビがあったんですよね、今日ね。多分ね、台本はね、読んでないと思います。おそらく。台本読んでない。と思ったんだけど、少しなんかその痕跡があったけど、でも聞いたらなんか30秒ぐらいしか目通してないと思います。ね、だから。そりゃそうですよ、だって遅れてきたから。いやでもそれでもさ、だからその読まずにさ、要するにもうすごかったわけじゃない。そうですね。でそれのね、秘訣はね、やっぱりね、一発目のね、タイトルがね、ポイントだったんですよ。何でしょう。あれはね、物質化現象、洞窟の、これが最初に持ってきたもんじゃない、勢いづいた、編集長。勢いづいたんですよ。バッチリ、うん、これで波に乗ったね。これはね、ネタはどこにあるかというとね、あれですよ、新生物。洞窟の天井から石が落ちてきた。物質化ですね。ここでも編集長のこだわりの部分がグッとアクセル踏み込み、だから濃密だったよね。濃密でしたね、あの話は、うん、ね。しかも先輩の話も出てきたし、うん、お前の人生何やってんだと、ね、先輩からのお叱りの話も出てきたし、やっぱり最初にね、石絡みのものが入ってくるとね、非常にアクセルが踏み込むわけです、うん、今日ので再確認バッチリ。ロケもね、うん、お酒飲まれてましたし、いやだからそういうところでは今日パワフルだったじゃないですか。でね、あとね、今回はね、お客さん今回入ってましたね。いっぱい入ってましたね。で香港からも来てましたよ、うん、いらっしゃってましたよ、うん、で最後聞いたらね、東京日本にいるの4日だけなんだって。あ、そうなんですか。4日のうちの1日の貴重な時間 YouTube に来てるんだから。あ、すごい。すごいよね。いよいよもう国際的になってきたと、ね、でこのコージーコーナーもじゃあ全世界に発信できてるのかなと。いやいやいや、素晴らしいですね。あれは、ね、英会話コーナーどうでした。英会話コーナーだから、最後のもう背筋ゾゾッとしたのは、心霊スポットで出会った不良たち、これは怖かった。俺思い出しちゃったもん、本当に会ったことあるんだもん、不良たちに。それでその話の直後に編集長が入ってきて器物破損よ。コップ。あれはね、珍しい、この温厚な釈迦さん怒ってましたからね。本当なんかクソとかです。ちくしょうちくしょうって。俺初めて釈迦さん怒るの見た。いやいや、今日はもう驚きですよ。ありがとうございます。まあ、ということで、あとね、暗山の話最高でしたね。暗山、はい、ね、あそこからさ、板で天皇の尺、即位の礼の即位の礼の時に使う、いやあれびっくり。いやぜひ行って、暗山に行って、UFO 観測したら、うん、来るんじゃないかなと思ったね。もしかして2019年でしょ、多分 UFO も来るんだね。うん、ということで、今回の夢中、ぜひ。そう、面白いです。特別ゲストもいらっしゃいましたもんね。そうですね、小林先生のね、パワフルな今度の、あ、だから自分はちょっと参加したいなと思って。本当。そうですね、前からそう。じゃあどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。ちなみに今日の夢中の採点は、あ、今日はね、やっぱり70点ですよ。70点。マイナス30点は器物破損。器物破損。器物破損。うん。コップ壊してるから。編集長。そう。粉々にしましたから、粉々に。やってますか。